これは反則、なんて可愛いの、活動再開の西野かな。イメージ激変の黒髪ビ美姿自撮り、痩せたかなの声も。6月25日に活動再開を発表した歌手の西野かな35が23日までにインスタグラムを更新。イメージ一新の黒髪イ美ショットを公開した。西野は2019年2月より活動を休止し、 その間に結婚、出産。先月6月25日に活動再開を発表したばかりだ。この日の投稿では、爽やかなブルーのストライプシャツを着た鏡越しの地取りを投稿。おでこ前回の黒髪アップヘアタイビメイクで、また一味違った印象となっている。活動を再開した西野さんですが、7月12日に公開された復帰後初シングル。 アイズ・オン・ユーの MV は再生回数600万回に迫る勢い、23日時点。活動休止前は平成の歌姫として絶大な人気を誇っていましたが、復帰後も人気は衰え知らずです。女性史ライター。今回の西野の黒髪タイビショットにファンからは、これは反則黒髪かなちゃん可愛すぎ、なんて可愛いのままに見えない、え、可愛すぎるしかっこいい。 いつもと違う雰囲気で好きすぎる、一瞬かなやんってわからんかったクールで可愛いい。歳を重ねたはずなのに若くなってる、と様々な反響が寄せられている。可愛いいけれど素敵な大人女子って感じがすごくいい、痩せたかな。といった声も上がっている今回の西野のインスタ投稿。活動再開とともにアカウントが開設されたばかりだが、さらなる更新を待ち望んでいるファンは多いことだろう。 これは反則黒髪かなちゃん可愛すぎなんて可愛いのままに見えない痩せたかなとの声もあり、イメージが変わったよう。キュートな雰囲気に大人っぽさがプラスされ、さらに魅力的に。元アマコインターセイコ激痩せ説も言われる中テンチムの元彼、ブレイキングダウン、運営、溝口雄二氏と念願に一緒に感激あらわ、また夢が叶いました。元お笑いコンビ、 アマコーインターの聖子35が23日までにインスタグラムを更新。起業家で格闘技弁とブレイキングダウンの COO として知られる溝口裕二氏39との2ショットを公開した。この日、聖子はニュースピックスなどで拝見していてずっとお会いしたかった溝口さん。言葉全てがキラキラしていましたまた夢が叶いましたと綴り。 溝口氏との2ショットを公開。この2ショットは20日に開催されたビジネスカンファレンス SNS サミットで撮影されたようで、聖子は溝口氏の隣で笑顔を見せている。溝口氏といえば、2022年12月に YouTuber の天地無との交際が明らかになりましたが、2023年2月に破局していたことが判明。 二人はその後も友人関係が続いているようです。今回、溝口氏と聖子さんが2ショットを撮影したのは SNS サミットの会場のようで、聖子さんはこの日、タレントの小坂大魔王さん51との対談があったようですね。また、聖子さんは SNS で公開しているダンス動画などがたびたび話題を集めていますが、 先日投稿した最新動画で、ちょっと待って、痩せすぎ、表情が心配です。目がしんどそう。大丈夫ですかといった反応が、相次ぎ激痩せ説も浮上。痩せて綺麗になったという声も多く寄せられている聖子さんですが、体調面には気をつけてほしいですね。女性史ライター。溝口氏と2ショットを撮影し、また夢が叶いました。と感激した様子の聖子。 いかつい体格の溝口氏と並ぶと、聖子の華奢さが際立っている。念願の溝口氏と2ショットを取ることができた聖子は、また夢が叶いました。と感激した様子。フリー転身後、活動の幅は広がっているようだ。